始まりました。プリトチャンネル、佐々木です。アコギンか。今日はですね、なんとあの時間の時間、10分間でこの世で見たことないオリジナル美味しいレシピを作り上げろ。おお。年齢制限っていうのは今回なしなんですけど、10分間で作る。10分ってめっちゃ短いよ。昔言ってたけど、参考にしてほしいわけ。いや、正しいね。方々のために10分で作れる料理。そしてなおかつ美味しい。よりはやっぱ時間がなくてね、早く作んなきゃって人いっぱいいるから。じゃあ今から買い物に行きます。では10分間料理いってみよう。買ってきました。だが誰からやるか問題。復帰したばっかだから。いや、普通は一発目だから様子見たでしょ。家で住んでる間さ、絶対料理とかも家でやってたわけでしょ。それあるだろうね。そしたらやっぱ腕前とかもさ、分回し費用しちゃっていい。そうじゃん、もういいよ。じゃあ、オッケー。じゃあ、いいよ。おぉ、いい、エニバ。俺、買ってる、食で買ってるから。準備できましたか。準備できました。じゃまず買ってきたもの紹介します。今回、テーマがあります。秋っぽい食べ物いっぱい買ってきました。おぉ、食欲のある。はい、さつまいも。筑前煮。俺が嫌いな食べ物も忘れちゃって。違う、これマジで大丈夫。そういうことじゃないから。フルーツ盛り合わせ。フランスパン。ズーチー以上なんです。大丈夫な。オリジナルレシピだからね。ちょっと想像できないでしょ、今。できない。もう椎茸だけ。大丈夫。俺のレシピにエビが入ると思う。確かに。大丈夫。いいですか。 OK。 それでは復帰したアコキングさん、初めての料理、よーい、はい、始まっちゃったね。もう10分だよ。まずは、あっという間に、もうこれ時間無駄。え、なにこの時間無駄が起きてる。気をつけてね。皮とかそのままだよ。皮そのまま。今葉っぱ使うんですよ。フルーツもちょっとちっちゃくします。結構量あるよ。全く使ってないけど、フライパン。こっから料理してんのかな。そんな時間やばくない。さっき上の料理してたの。怖い、なんだよ家族は。そうだよね、家族いるのかどうかも分かんない。怖いです。3分経ちました。椎茸ですに行って見た。驚きました。目から2cm から離れるよ、これ。全然。これも全部。え、はい、大丈夫それ。火通る時間ないよ。いやいや、そんなに火通さなくていい。温まればいいから。あと6分。よしよしよし。もう4分経過。パンも消えてる。大丈夫、大丈夫。フルーツでジューシーになっちゃった。そうだね。大丈夫。測ってるようで測ってないよ。同じ量入れてるってなって震えたことによって全部に際立つ。ちゃんと。ジャム作るんじゃないんだから。片栗粉出てきたよ。これ不安だな。あったかいフルーツと大嫌い。こんなに入れるの。何器みたいなもん。そう。今何分？あと1分20秒。全部これ片付けて食器も。俺は聞いてない。眠りにつくまででしょ。そうです。あと50秒。これでまたチンするとかなら分かるけど。あと25秒。あの1秒でも遅れたら失格です。8、7、6、5。よし、終わりました。残り2秒。むちゃくちゃ時間ない。俺もっと余裕で終わると思ってた。よっしゃ、秋のパン祭り食べてくださいよ。あったかい、ぬくもりはある。いただきます。このパンはちょっと焼いて食べたい。このパンだけ甘辛すぎて、甘いんだかしょっぱいんだかなんか分かんないやつやね。場所によってもしかしたら美味しい場所あるかもしれない。筑前煮とは何だろう。筑前煮が出るのね。合ってない。味が何なのか分かんないでしょ。いろんなフルーツ入れて、秋だったらさつまいも、かぼちゃ、栗で甘くして、うん、この中に入れて、で最後上にカスタードを乗せて、それをバーナーでやって、うん、見た目良くする。じゃあ、できるか。というわけで、得点をつけます。はい、はい、食べて、食べた人以外の2人が1点から10点までをつけて、その2人の合計が食った人のポイントになります。なるほど。めっちゃ悩むわ。マイナス5から。マイナス5からマイナス1まで。やばっ。 OK。 せーの、3。うわっ、これ1か2で迷ったからね、正直。ちょいご祝儀で2だけど、さほど革命でもなければ、でプラス
味もしっかりまずいし、パンがうまい、そんなに。これは2、3、4、このあたりだなと思ったんだけど、見た目はちょっと評価しようと思って、おお、味はおいしい。バッターっていうのもあるし、色噛みして、まあ、ご祝儀です。ご祝儀、復活ご祝儀やめろ。では、用意スタート。待ってくれた、びっくりした。こんな風に始まんないだろ。まず、焼き海苔とか、ネギ、メンマ、ナルト、ラーメンの具材じゃない？そしてラーメンの、カレーうどんのもつ、チラーメン、肉。何なんだろう、本当に分かんないから限定。行きますよ。はい、では制限時間5分。何やってよ。何で今日やんの。やめろよ。10分、よーい。まずこっちにします。そうだね、こっちにしたいんだよね。はい、もう画面から消えました。カレーうどんを器に入れる。はいはいはい、温まってきた、温まってきた。え？焼き肉全部です。お、焼き肉全部です。お、やるとその間に切ります。肉焦げちゃうんじゃない？カチカチカチ。肉がダイエットやられたからなくなっちゃうよ、もう。カチョーン。やめろよ。マグロ切ってあげようか、これ。いいね、やばいです。これから立ちましたよ。まあ、これ7分、ね、これ7分でいける。なにその、なにその持ち方。もう細くします。ご飯を入れます。この中に入れます。あなたです。熱い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 。肉残ってるけど、肉食べて。肉肉多くない。負けるのこれ。何人分作るんですか、これ。こうやってペタ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 。一番好きやだな。マグロの肉一緒にしちゃうのもったいないよ。やばいですね。あと3分しかないですよ。巻かなきゃいけないからね、ここから。ね、え、メンバーは、なに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 、ね、肉はみ出るよ、この人。あの、あマグロがはみ出てる。大丈夫。一人一杯ほど。やだー。汁もね、うどんやだ、やだ、なんか。いただきます。お願いします。ぶっちゃけ言うと、ただのカレー。酢飯のカレー。そうそう、ただのカレー。マグロで食べてみると、合わなくもなければ合うわけ。うん、やばいやばい。変に冒険しないから、もったいないよ。そうそう、ほんとそう。そうそう、残念だよ。でも、忘れてないと思う。もう、海苔とカレーは意外と合うのかなと思う。いくよ、それそれ。うん、悪くない。大好物だ。得点は何点ですか。せーの、4。おほー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 。味だけで言ったら本当に7、8で、ただそのオリジナリティというか、そりゃうまいだろうで下げたけど、うまいはうまい。俺も4ってことも迷った。うん、味的にはマジで8。おお、俺結構高レベル。うん、ただ料理してなくない、あんまり。チンメイだからそりゃうまいよねっていう。あと作ってる過程になんか知らない。ただ完成した見た目はそこまで良くない。俺のは見た目だけは良かった。紹介します。おしょ、はい、つけ麺、韓国海苔、海苔かぶり、メンマ、わー、メンマかぶりーの、パプリマ、ネギ、ネギかぶりーの、チャーシュー、わー、チャーシュー、一緒じゃん、餃子の皮。なんかしないけど、なんかやってますね。いい、いい、ほーよい、ノーハンドじゃん、ノーハンドじゃん、スタート。まずはお湯沸かすんだ。ラーメンとして食うんじゃねえんだよ。
たいんだけど黙れな。写真大丈夫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 なんだその毎回ポップの、はい、あの、楽しく作ります。あれ作りました。全然ですね、今どこにありました。懸念のスープを作ります。何分経ちましたよ。やばい、入れたか。え、なんとしか、無の時間パリプンだろ。そう、ネギ落としてる。これね、これ入れて、そう、ネギ落としてる。これ、ね、肉ぴょん。あ、そういうことね。で、あと2分で餃子焼ける。やば、生焼き餃子やだよ。1個だけ。うまくしなくお腹がさせて2番重なったんだけど。やばやばやば。だけだぜ。つけ汁めちゃうま。